前回のカズクラ、カズさんパート800のためにガストの涙を集めに行ってみた。そこで効率のいい方法、ドロップ増加の件で切りつけるだけ、たったこれだけで5つもゲット。さてパート800どうなることだろう。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。いやー、もう前回は大量のね、あのガストの涙ゲットいたしまして、あのエンダードラゴンっていうやつをね、あの召喚できるぐらいあの集めました。まあそんでね、あのアンケなんだっけ、ちょっと待って、あれ本当なの、待って、確認するよ。パート800は何をしようかな。69%、聖地、見間違いじゃないよね、聖地で、いや、聖地って、まあ大変だけど、聖地がいいのみんな。ガチ、あんなそこら辺ちょっと耕して、なんか適当にやろっか。すいません。いやー、手抜きはしませんよ。うん。いや、でも聖地が好きなのか。どうしよう。いや、ちゃんとね、あの、念のため、あの、対決用にさ、あの、準備整えようと思ってんだけど、どうした方がいいのかな。いや、でも、やっぱ、準備は大切だもんね。うん、知ってる知ってる。まあ、そんなわけで本日は、あれですよ。あの問題をついに解決しますよ。というわけで、早速行きましょうか。あ、一回ぐらい寝るシーン入れとくか、これ。猫ホテル。今日の猫ホテルはいつオープンするのかな？おわいと。じゃあ行ってくるぜ。ぽい。はぁ、よく寝た。さあ、ではね、まあ、あちらの方ですね。うん、まあ、さっさと行ってきましょう。あー、そうだ。ちょっと、これも言いたかった。これも。ちゃんとコメント拾っておきたかったんだよ。あ、ただこれガラスにすると後ろのやつも見えちゃうのか。まあ、いろいろだな。まあ、とりあえずね、あの、来てた。今回の球体、思ってたより良いのできてた。そうなんですよ。このカズクラどんどんね、あの、建築力、増してきてます。伊達にね、パート800近くの男じゃありませんよ。だから、これからもね、あの、ずっと期待していいんですよ。もうその勢いで私頑張りますから。さあ、うんなら、エンドの世界だな。もうカズクラぐらいになるとさ、もう方角も大体わかるんだよね。もうこれで。この画面で大体わかっちゃうから。うん。だいぶ外れてんな、これ。ちょっと前見ていい？もう前見ていい？あ、危ない、危ない、あれ、なんか惜しい気がするんだけど。あー、惜しかったのね、やっぱり。ここだ、ここ。あった。わあ、みんな元気してんなあ。ここら辺とか、一体と。怖い。呪われてるよ。ベッドだらけじゃねえかよ、これ。いや、それにしてもみんないろいろ冒険してんな。楽しそうで何よりです。あー、でもちょっと待って。あれ忘れてんな、俺。いや、あれ大切。ちょっと待って。ちょっとごめんね。あ、っていうか、待って。村戻るんだったらこっちから戻った方が早いな。参ります。よいしょ。ふぅ。わあ、今日も、まあ村人がね、うん。いや、絶対返すからな、お前。絶対返すから。今日、村人が平和でございます、平和に。ちょっとね、今、村戻ってきます。むしろ、どっかに入ってたらラッキーなんだけどなぁ。ないよなぁ。よーし。よし、生で OK、牧場だ。もう一回行こう。かけてらさいこ。う？ただいま。はい、今ですね、私が抱えてる問題、何かわかりますか？村人問題です。いや、戦うかもしれないのに、これだけ村人いるとね、恐ろしい。ただの地獄絵図の出来上がりですよ。だから、これ、移動しないといけません。そこで考えたのは、まあ、地下に幽閉するのもありだけど、それじゃね、かわいそすぎる。そんなわけで本日はね、新しい大陸作りの方をやってみたいなと思います。まあ、そんでね、少し、進めております。ほら、頑張りましたよ。自称裏倉です。というわけで、早速ね、続き行ってみよう。怖い。下に、エンダーマンがいっぱい。ほら、ここでございますよ。しかもこれ円形にね、なんかちょっとオシャンティーな感じにしようと思って、こういう風に仕上げております。絶対いいのできる。で、今行ってる作業がですね、まず下地作りですね。普通にさ、土とか敷いてってもいいけど、何かのミスで、村人が落ちる。怖いだろ、それ。だから、念のため、下に、ちょっと壊れにくい、石を敷いていくって感じでございます。あ、絶対いいもんできるわ、これ。この見えないところに力を入れるのが、やっぱカズクラだもんね。やっぱそこら辺が日本人なのかな。ものづくりだよね。うん。やっぱこういう作業好きなんですよね。
よーし、今はとりあえずこの状、お、湧いてるじゃねえかよ、こんなところにも。まあまあ、とりあえずこの状態で、いろいろ持ってきましたよ。土を敷くという作業に入りたいなと思います。とりあえず、こういうこと。こういうのを、ずっと、ね、やっていくという作業ですよ。地味だなぁ。あー、でもこれ、これあるとすごい邪魔になってきた。一旦これ回収していいかな、これ。あ、ただ、これ緑をね、ちゃんと育みたいなと思ってるので、この敷いてるうちにね、なんか草ブロックが生えてくといいな、これ。中央にちょっと貼ってこう、これ。ちゃんとセンターとか間違ってないよな、これ。4、4。うん、大丈夫、大丈夫。ああ、怖い、怖い。なんか怖い。うん、じゃあ、ここも中心はこれだな。うん、絶対いいもん作ってるからな。待ってろよ。あ、もうなくなった。まあ、とにかく、これの周りを、まず先に、土を生やさせておいて、うわ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 、すごいすごいすごい。ああ、ここね、湧かないから、湧かないから、ちょっとでも暗いとこで、できたら、一瞬でできちゃうんだ、これ。怖い、あいつら怖い。怖いよ、お母さん。エンジャーマン怖いよ。まあ、とにかく、いっぱい土生やしていこう。これどうするといいんだろう、あいつら。すっげえ邪魔なんだけど、あれ。あ、やっぱ生えたね、こっちの世界でも。多分木も育つのかな、こっちで。なんかいろいろね、できてなかったことがある分、こっちの世界で頑張ってあげたい気持ちもあるんだよ、私。わー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 、できてるできてる。いい大陸ができてるよ。ちょ。ちょ、取るでない。取るでない。我がブロックを。いや、これ困ったもんだな、これ。ちょ、やめろよ、お前もう。てか、足りるかどうかが怪しくなってきたな。あとやっぱしっかり湧きだよな。こいつらちょっと、早くデスポンしてよ。湧きすぎだろって、これはもう。ちょ、やめてくれよ、お前らもう。お前も持った。まずちょっと全力で、今全力でちょっと土張りだな。しばらく頑張ります。ちょ、誰だよ。お、お前。お前もう、やめろよ、もう。あ、じゃあ、なんぼだらけになってんな。ちょ、待って。まったくもう困ったもんだな、これ。まずは、ワッキーするでしょう、ワッキーを。もう、泥棒だからな、お前ら。落としていけよ、ちゃんとこれ。まあ、一瞬離れるから、その間にデスポーンして、ちゃんと、頼んだぞ。一旦離れてみよう。128以上離れると、デスポーンするとか線とかってね。これで多分十分だとは思うんだけどね。よし、一旦戻ってみよう。これでだいぶ雰囲気がね、変わってくると思うんだ。どうだどうだ、あ、一掃したね。で、デスポーンしたらどうなるんだ、ちゃんと砂は返して、落ちて、あいつらブロックごと行きやがった。くそ。ちゃんと補修補修。あ、でもよかった。足りてよかったわ。計算完璧だね。うん。まあ、そんで出来上がりと言いたいとこだけど、やっぱね、もうある程度上級者だからさ、こんなんじゃやっぱ満足しないよな、みんながな。だから少し模様とか入れて、なんとか終わりにしたいと思う。まあ、拡張する可能性もあるからね、本当の端の方はね、まだ、ちょっとまだやらないでおこうとは思ってんだけど、まずこの縦のライン。アンジャンガン持ってきたの、アンジャンガンを。よいしょ。まずはこのアンザンガンを敷いていきます。よーしよしよしよし、オッケー牧場。ほんで次は、この縦のラインだな。この横のラインも、ちょっと変えていこう。あ、ていうか今もったいないことしたんだな、これ。草ブロック。ほぼ草ブロック販売しちゃったな。うん、じゃあここもね、磨かれたを入れまして。できた。ちょっとお前ごめんな。ブーイ。あー、すんげーいい感じになってきた。あとは、地面を張っていきましょう。よーし。ほんで、一応ひまわり持ってきたんだけど、させんのかな、これ。太陽の向く方向に、なんか、向くとかって言われてるけど、あっち側に太陽がある設定なのかな、これ。よし、できた。まあ、あれですね。まあ、パート800ぐらい近くなると、まあ、センスの塊になるよな。はい、とも、
本日はこんな感じで終わりたいなと思います。いやほんとね、素敵な島ができましたよ。あとはこっちに村人とか入れたり、あと家作りとかも頑張らないといけないな。まあ、こんな感じでね、エンドの方の村作りも頑張っていきたいなと思いますので、アイデアとかございましたらぜひね、コメント欄の方によろしくお願いいたします。それでは本日はこんなところでまたお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。